はい、2019年4月の15日に日曜日、ただいま時間は2時50分、3時からの試合のキックオフ10分前でございますということで、JFL 奈良クラブ対テゲバジャーロの試合、あと10分で選手入場からのキックオフになりますが、その直前、私河野池のこの競技場の中に入ってからの、準備にいろいろ手間取りまして、あと、奈良クラブの中川社長やね、矢部副社長ですか、矢部二郎さんね、昔矢部 GM って言ってましたが、スタッフの方ともいろんな話をこうしてる間に、あっという間にこんな時間になってしまって、慌てて今、直前の動画レポートという感じで、ホットの参謀長の YouTube チャンネルアカウントで、週休の旅の記録を残していこうという、今ちょうど奈良クラブのゴールラトラマヨガを使ってお客さんに呼びかけをしておりますと。というね、感じですが、分かりますかね、この画面を通して分かりますかね、この日光の照り返しの強さ、9月の中旬にして、今ここは真夏のような暑さでございまして、はい、試合は、テゲバジャーロの方が多分順位は今上で、奈良クラブが確か4位の勝ち点が勝ち点9差ぐらいの状況で、もしかしたらまだ諦めずに残り10試合で届くかものようなシチュエーションですかね。テゲバジャーロさんの方も、まあ、4位以上は見えてたんですけど、 J3 ライセンスの申請を取り下げたというのが今シーズンの話なので、そこら辺の選手たちのモチベーションがどうなのかというのは試合後にいろいろテゲの監督含め聞いてみたいなと思いますが、奈良クラブの方は J3 ライセンスが無事に発行されるだろうという予測がもう出ていたので、この4位以上にこだわるという意味では今日の対戦は勝ち点という意味では注目ですかねという、まあ、あとはさっき外周のところのいろんな新しいスタグルとかも見てたんで、そっちの方は週明けイレブンの方の特集動画でいろいろ見せれればいいかなと思います。ということで、あっと手が、さあではこれで選手入場始まるんで切ります、一旦切ります。2019年の、9月15日は奈良の旅をやっております。また試合後もしくは夕方夜とかに、お届けできればと思ってますということで、一旦さようなら。